神奈川県立厚木北高等学校は神奈川県厚木市下尾木野に所在する公立の高等学校100校計画校の一つ。所在地は神奈川県厚木市下尾木野。通称は厚木北高校厚木また地元では北高の通称もある。校庭からは縄文遺跡が発見され発掘作業のため校舎等の施設建設が一時中断。 創立からの一時期、一時的に同市内にある神奈川県立厚木南高等学校の敷地内の仮設設備を置き、授業、行事等の一切がそこで取り行われるという陳事が発生した。当時発掘された土器の破片等異物の一部は厚木北高の校舎内に展示されており、北高周辺を含む一発地域一帯が縄文文化園の土地であることが、 豪華の歌詞にも読まれている。当初は生徒数減少後を見越して仮に廃校した場合には福祉施設に転用を機としていた。設計上もそれを考慮し、生徒用証拠口に車椅子用スロープ設置という当時としては画期的な仕様になっている。1988年度からの3加年間、車椅子利用者を生徒として積極的に受け入れた実績を持つ。 サッカー部は2003年にインターハイに出場し、2007年選手権、県予選ベスト4、2014年選手権県予選、準優勝、2015年関東大会出場を成し遂げた。その他にもゴルフ部、水泳部、弓道部などがインターハイ出場経験を持つ。交渉は、着今ありがとうございます。